カーシュルメールは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール地域圏アルプ・マリティーム、県の都市。カーニュとは、確たる証拠はないが、ラテン語の人名、カンニウスから派生したと、一般的に説明されている。一説では、インドヨーロッパ語以前の言葉で反を思い起こさせると、言われている。さらに重要なのは、都市の流し域を流れるカーニュ川に由来することである。 このカーニュという名は、アルプマリティーム県にある小さな河川を指し示すことで非常にありふれたものとなっている。クロド・カーニュ地区カーシュルメールは、フランス南東部の都市で地中海に面しており、サンローラン・デュバールとビレル,ルベに挟まれている。砂浜まで4キロメートルの距離である入江沿いに市街が広がり、丘に囲まれている。頂上に城がそびえる丘の一つは、 標高90メートルある。地域を流れる川は、カーニュ川とマルバン川である。アルプマリティーム県第5位の人口を持つ都市であり、市は、中世からの旧市街と、そのふもとに広がる海に接した、漁業地域、ルクロド・カーニュ地区とに分けられる。カーシュルメールの名が、歴史に登場するのは11世紀である。カーシュルメールは、 プロヴァンス伯領とサボイヤ伯領との境となっていた、バルガワに近接していた。1309年、モネコ領主レーニエグリマルディが、カーシュルメール領主となった。カーシュルメールには、グリマルディ家のアンティーブ系が所有する城があった。1388年には、カーシュルメールは、国境貿易の中継地点となっていた。16世紀に起きた数多くの国境紛争に、 耐え抜いた後、ルイ13世時代には、平和な時代を送った。17世紀、コルボン公ー、カーニュ男爵であった、ジャン・アン・リグリマルディは、ルイ13世とリシュリューの保護のもと、中世以来の城を、住み心地の良い邸宅に改装し、これ見おがしに派手な生活を送った。しかし、ルイ14世からルイ15世の時代には、新たな侵略戦争を経験した。 フランス革命により、グリマル・ディケは、カーシュル・メールを追放された。城は、1875年に、新たな購入者が現れ修繕されるまで荒れるがままに、放置された。最後のカーニュ及び、アンティー・ブコは、20世紀に入って、ベルギーで死去し、効果は断絶した。ルバックの描いた、カーシュル・メール、1910年。ありがとうございます。